でよりによって今まで爪入り着てたけどブレザー初めてでさ、50代最後の作品でブレザーのまた高校生でもいかがにしてほしいよね。もうね、振ってくださってるところに、はい、よろしいですか。こわもての上級生役を務められました小沢仁志さんです。役名じゃねえじゃん、ね、こう書いてあるんです。あ、そう書いてある。だって役名俺出てた。もちろん。そもそもね、いやまだあの見る前なんで。見る前だ。あのネタバレ禁止でお願いします。探してもらったらいいんじゃないかと。いや、まあこのフレッシュなね中で顔ぶれで俺が立ってるっていうのはなんかちょっと違和感あって、まあ微妙に正弘がちょっと間に入ってね治療してくれてるけども、まあ小沢です。どこに出てたか皆さん頑張って探してください。すごくよくわかりますので楽しみにしててください。ありがとうございます。小沢さんにユニフォームを着せてね、高校生にしてしまうというのはどこから来たんですかと思ったんですが、小沢さんそれで初めてお会いさせていただく時にぶっ飛ばされんじゃないかなって本当に思うぐらいこのなかなか制服を着てくださいということがなかなか勇気のいる提案だったんですけれど、あの心よくドスをバットに変えてくださったんでよかったなと思っております。この映画見ててもちょっとビーバップハイスクールのオマージュ的なところも出てくるじゃないですか。楽しくてしょうがなかったんですけど、制服姿ってビーバップ以来なんでございましょうか。いやそんなことはないけど50代最後の作品がこの作品でよりによってまた学生、俺なんせね台本送られてないから、で自分の出てるところなんかこう抜粋でなんか来て、これなんだろう俺どこで何をやればいいんだろうみたいな感じで、で現場行ってとりあえず監督がここでこうやってこういろいろこうやってくださいみたいな、そう、ああそうですかみたいなことだから、でしまいには学生服に着替えてくれた。えって、でよりによって今まで爪入り着てたけどブレザー初めてでさ、めっちゃ逆にさ50代最後の作品でブレザーのまた高校生でもいかがにしてほしいよね。もうねユニフォームはまだなんかさ臭いけどユニフォーム着るから、まあ高校生っていう、まあ高校生なのかなあれ、俺よくわかんないんだよね。高校生ですよね。高校生なのあれね、大吾さんね、まあ、高校生ですよね。一応高校生だったんじゃないですか。いや、うん、まあね、あの時期で言うとゴジラか小沢仁志さんかっていうぐらいのいや前あの小沢さんと結構飲みの席ご一緒させていただいたときに、お前映画スターっていうのはあれだぞ、まあ、はっきり言ってブルース・リーかゴジラだぞ、あれに勝てるやついねえんだっていう話をよく伺ったんですけど、いやゴジラ、ブルース・リー、小沢仁志さんってこれですよね。それを皆さんこれから見るわけです。ていうかだって俺の場合基本なんか顔面しか出てないやろ。いやまあもうなんかね、まあ別に顔面競技って言われる、最近さ顔面競技って言われるけど最初顔面ボールだったんだよ。そっからなんかいつの間にか競技に変わって今なんて言われてるか知ってる？顔面兵器って言われてるお前人の顔なんだと思ってんだよな。それをね監督は面白くまたねあのこう編集されてっていうことでございますけど